バッカリ小説間違えた。山野樹里 CRT 編签名会全線芸天命名言超可愛熊沢さんです。熊沢直人監督と上野樹里です。夜市に来てます。夜市に来てます。いやでもね、今もう舞台挨拶は終わりました。すっごいでっかいスクリーンでしたよ。もう床から天井まで、あれはもう見たことがなかった。日本にはないです。日本にはなかった。すごいサイズでしたよ。可爱山野樹里和导演熊泽尚人来台宣传电影《邻人 X 谜样的女子》，工作结束后跑去逛昭和街夜市开直播。哦哦，なんか赤ちゃん回ってるよ。赤ちゃん回ってる。すごい。小籠包食べました。あとね、純奶食べました。純奶。懐かしいんじゃない？こういうの。やりますか？え、でもお金がないよ。いっぱいあるよ。いっぱい。なんかもうお祭りみたい。お祭り。めっちゃ楽しいじゃん。神様が大成功しますように。隣人 X 皆さん、台湾の方たちにも楽しんでいただけますように。はい、ニーハオ。めっちゃ楽しくないですか？いやいいですね、台湾。結果ジュリちゃん直接挑戦日本人最怕吃豆腐。あれ、お金が来た。ちょっと本当に行っちゃいますよ。前来た時もう半径50メートル以内で、匂った。え、今日大丈夫なんですけど、ちょっと行ってみよう。臭豆腐じゃないんじゃない、これ。マーラーの香りがそれをこう抑えてるんじゃないですか。おいしい。マーラー、マーラー臭豆腐。おいしい。おいしい。これダメ。あ、のダメ。キャボー、キャボー。はい、せーの、キャボー。シェイシェイ。今無茶振りでのダメって言われました。のダメじゃないですよ、人参 X。 はい、人参 X ですよ。お金が出てきた。シャンメイタン、シャオパイ、シャオペイ。梅酒のノンアルコール。なんてゆるいんだろう。ちょっと待って、私のなんでサインさせた。粉丝看到 IG 直播都吓到意识，然后朱莉酱就一路开启签名会。ありがとう。開会。すごい、チケット入れがあるんですか？あ、そう、そうよ。すごい、日本にないよ。ないです。なんで、すごい、台湾は暑い。優しい。色気はゼロです。なんで、舞台挨拶にいらっしゃいましたね。あ、空港にいらっしゃいましたね、空港に。あ、サイン、ボールペン。ボールペン持ってます。よいしょ。あれ、こっちにもある。すごい、これは作った。作った。みんな他の人のためにのだめどうして持っているのだ。はい、先生。はい、先生。バイバイ。ありがとう。先生。いや、人気すごいですね、人気。いや、そんなこと。すごい人気です。優しい、みんな。あったかいし。ペンもなんか、あ、どうぞ使ってくださいみたいな。あの、みんなで共有して、ね、そう、みんなで共有して。